はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、高井です。今回はアバの方をフレンドの人と遊んでいこうと思います。はい、よろしくお願いします。あ、エリスさんです。遊んでくれるな。エリスさん、よろしくお願いします。ちょっと待って、ウェイって。はい、よろしくお願いします。ちょっとさ、誰かさ、レディしてないんだけど。あ、来た来た、熱っ。久しぶりだな、ほんと。撮影自体久しぶりですよ。もう、1週間以上かな。友達に、いい加減動画出してって言ってまあ、アバは素投げよね。死なないんだけど、砂一撃で。マジか。落ちてくれない。攻め砂がいるね。一人。相変わらず重いぜ。動画で恥をさらすの、そんなわけないですよ。危ない危ない危ない。近距離砂とか無理です。うわ、へい。俺さ、パラやめてグローザー買ったんだよね。マジか。勇士9ですよ。やっぱグローザー強えわ。重いんだけど。いや、俺も重いよ。なぜか FPS90 しかないから。90万の。FPS19 だから、20、21。やばい、これすごい時は俺200よ。やば、普段200よ。スカイプつけてるとね、90まで下がる。まあ、グロードライフルの中ではかなり強い。グローザー？うん。多分俺グローザーがガチ武器になる。へー。あ、マイゼ。ただね、グローザー装填数が。いくつなの？装填数が少ない。20。少ない。だからね、しかも連射がクソ早いから厳しい戦い。すぐ減っちゃう。でも11になると超強い。ね。俺もう SD7 だ今。 7？ うん、8だ。やばもう。え、今戦績見てみて。どうやって見るの？タブ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 。なんか欲しい。うん、1です、8キル。やば、間違えたわ。まあ、あれよね、パラも強いけど、おっと、すまん、俺的にはグローザーの方が強いかな。グローザーチート武器もあれ。この人たちは砂やりにくい、マジで。マジか。うん。攻めて来られるから。だから俺10分で収まんない、絶対10分じゃ収まらないや。人少ねえからな。うん、これあれです、途中で撮影切れちゃったらごめんなさい。速攻で F12 キーを押して撮影再開させますね。あ
よっちゃいちやべえ、SD クソ下がったつってもさ、俺さ、最近 SD は 1.5 で安定してるんだけどさ、いいな、そんなあっていつまで経ってもさ、うん、普通の SD が上がんねえんだ。負け続けてたからかもしれない。やった、ドッグタグ3つ集めたぜ。そこかい、そこ高級手袋つけとけば死んでもやらないよ、ドッグタグ。何高級手袋って。なんかイアン09手袋みたいな。うほい、砂行こう。俺本職砂だからさ、うん、あ、やっぱり やばい。あー、ダメだー、やばい。3910です。うわーい、ここから来よった。ごめんね、俺全然キル取れてないよ。いや、俺の方が言えないやつで。あー、さっきの、うわ、めっちゃおる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 。右通路すげえいる。つか普通のヘッドじゃないと、ヘッド戦じゃないとさ、うん、一撃で落ちてくんねえんだもん。まあ、グローザー買ってからまたヘッドに目覚めて、パラ使ってた頃はね、うん、やっぱりヘッドとか定まんなかったけど、うん、ああ当たんね。ファーマス強いよね。ファーマス強い。まあ俺が使って弱いけど。やった、ヘッドショット。あー、最近さ、うん、新しい FPS も始めたんだ。マジか。うん、なんてやつ。スペシャルホース2。何でそれ、面白い。面白いよ、多分高屋向け。どんな感じのやつなの。超絶スピード型みたいな、そんな感じ。どっちかっていうとコールオブデューティーに近い。うん、砂使うと SD は3が安定なんだけどさ、あの1未満だと、うん、マウスの手がおかしかった。ああ、最悪。マウスがティッシュの箱に当たって動かなくなった。俺、あれよ、もうそんな程度じゃない。あ、そっか。無線マウスだからね。うん、まあ無線じゃないんだけど、もうゲーミングマウスとゲーミングキーボードにしたんだけどね。どっちも安かったよ。合わせて3000円ぐらい。安っ。とかの3500円ぐらい。どっちも、うん、アマで買ったら安かった。アマゾンです。いや、まあその割にね、ゲーミングキーボードとか使ってる割には弱い。意外に10分って長いんだな。うん、一回切ります。